久保さん、マトリックス。一生つきまといますね、マトリックスは。<laughs> ね。まあ今はね、あのー、横のつながりっていうのはほぼないので、僕はね。そのお付き合いしなくてよくなったっていう。あ今回は、人間関係、あの、お付き合いをなくした方が人生は豊かになるにしましょうか。お付き合いをなくした方が人生が豊かになるにしましょう。ちょっと高いとこ。 付き合いを、付き合い、付き合いをなくした方が人生が豊かになるな、な、な。これはね、僕が本当に感じてることですね。まあ、やっぱ、あの、一人最強伝説なんですけど、<laughs> あの、横のつながり、よく人脈が大事だとか言うと思うんですけど、人脈ね、いらないですね、結論。全くいらないです。 本当にいらない。で、その、本当の、本当の人脈って、あの、勝手についてきます。本当の人脈って。で、嘘の人脈っていうのは、うーん自分から作りに行った時とか、何か、なんかその、会社のつながりとかね。まあまあ、よくわかりやすいのが、なんだろうな。うーん、嫌、嫌、嫌な上司と飲みに行くっていう。 あ,のあ,のあんな感じですかね。でもつながってるじゃないですか。上司と部下っていうつながりがあって。だけど、そのつながりっていうのは、会社間の中でしょうがなく作られているつながりですよね。とか、なんかその、まあそういう人脈いらないですね。まあそれを人脈と言っていいのかわかんないですけど、まあ人とのつながりですね。だ勝手につながるっていう感じですかね。例えば、親と、親、親子と子供の関係のつながりっていうのは、勝手にできてるじゃないですか。 勝手にまあ生まれた瞬間勝手にできてますよねつながりとかなんかなんかねかん勝手に生まれますねで勝手に生ま,る生まれる生ま勝手につながりを生み出す方法は一つしかなくて自ら発信するとしかもその発信力のパワーをね強めるっていうで発信力のパワーが強ければ強いほど やっぱ変な人がね、寄りづらくなるんですよ、やっぱり。だ居心地が悪くなるんで。うん。だから、結局僕が導き出した答えがあるとするならば、自分最強にしてしまうっていう。自分最強にしてしまえば、その最強を、うん、認識した上で来るんで。うん。で、あとは自分が最強になってるので、別にその無理にお付き合いしなくていいっていうことですよね。 無理にお付き合いいいいをしなくていいってっう例えば久保さんもなんかなんかねよくなんか案件とかあ来るみたいな話をしてたと思うんですけど自分がもうネットのスキル IT リテラシーが上がってるのでまあその見分け方ももう分かってるじゃないですかでも情報弱者って言われてる人たちっていうのは IT リテラシーがないまだ情報の選別ができない 状態だと何が正しいのか何がいいのかっていうのは分かんないわけですよね。だから自分が強くなれば強くなるほどその精査も精査、えー、精査の、え、う、なんだ精査の精度、精査の精度も上がるだろうし。うん。だから人脈切った方がいいですよ、全部。全部切った方がいい。<laughs> 全部切った方がいい。<laughs> もう本当に孤島に行った方がいいですよ、一回。一回、一回孤島に行って、 そこで叫び続けていった方がいいと思います。僕のおすすめとしては。僕は本当東京を離れて本当良かったなと思うんですけど。うん。まあこれほんと実体験ですね。東京のつながりがほぼないですからね。まあ、あの、ある一部の人だけはずっとある人はいますけども、ほぼ東京の人とのつながりもうないですから、僕。完全ないですね。うーん99。99%はない1。1%は残ってるけどって感じですね。だから、まあ研ぎ澄まされていくって感じですかね。 うん、なんでそのうんまあ結論をまとめると発信するメリットしかないよっていう発信逆に言うと発信できないとうん横のつながりを無理やり作っていかないといけないっていうのもあるでしょうねうんだからまあ発信力っていうのは非常に僕は大事だと思いますねはいいってらっしゃい